こんにちは、ドリキンです。本日も散財小説ご覧いただきありがとうございます。さあ、いよいよ旅の動画もちょっと一段落つきましたんで、またいつも通りの通常運転に戻ろうと思っていつつも、じゃんと、なんと、今日はですね、久々っていうか、下手したら今年初のガチカメラレビューになるかもしれませんが、なんと GH6 です。パナソニックの。これが、届きましたので、ちょっとこれを今日から使い始めていこうかなという、そういう状況でございます。さあ、もう早速開封してありますが、ちなみに今回のこれはシステム5さんに例によって、お送りいただきました。実は結構早い段階で、今回この GH5、もう1ヶ月ぐらい前の段階でレビュー用にちょっと興味ありませんかって声かけていただいてて、送っていただいたんですけど、なんかどうも例によって税関で詰まってて、なんか今日朝平岡さんの動画見てたら、平岡さんもなんか税関で、困って輸送がなかなか滞ってたみたいな話をされてましたが、僕のこのお借りしたルミックス、GH6 もなんか結構1ヶ月ぐらい、税関で止まってて、全然来なくて、本当はかなり早い段階から、使用させていただけるはずだったんですが、今日ようやく届いたんで、もう早速ガンと開けて、もう例によって取っ手出し運用していこうかなと思っております。で、まあ、本体こんな感じですね。まあ開封系はちょっともういいかなとは思ってるんですが、まあ今日使っててやっぱりいきなりいいなと思ったのは、ここの録画ボタンとか、タリーランプとか良かったですし、操作系も、まあ今日もう本当に取っ手出しの基本標準のオート状態で撮ってるんで、あんまりここら辺のボタン系で、特にいじるものはなかったですが、まあ、裏側ですね。このチルト、なんて言うんですかね、バリアングルチルトみたいな。これがね、すごいんですよね。ここわかりますかね？ここの 分厚さが。これ実は、バリアングルバーサスチルトの結構宗教戦争みたいなのあるんですけど、これ実はこう、チルトもできる。こう、チルト的に見ることもできるし、バリアングルもできるっていう最強のいいとこ取りシステムになってて、こういう感じの、まあ、実際僕もちょっと慣れてくると、結構バリアングルじゃなくてチルトしてほしいなって動画の撮影でも思うとき正直あるんですよね。だから、これ結構いいとこ取りですごいことになってるんですけど、まあこういう感じ。おかげでかなり分厚いですけど、その代わりここに放熱機構もあるんで、絶対熱暴走しないみたいな、そういう安心感もありますが。で、結構、まあ分厚いっていうか厚みのあるデザインにはなってますが、これに、まあレンズが 12mm、1260のライカレンズですね。ライカの1260のズームレンズ。これをつけて送っていただいて、これまたかっこいいんですけど、これをセットで送っていただいたんで、ちょっとこのセットでまずは、例によってランチの散歩を行くがてら、動画を撮ってみたっていう、取っ手出しの動画を見ていただこうと思います。一つだけ、何せ、本当に今日の動画は、この内蔵マイクで撮ったやつを、結構最近はこの映像に関しては本当に無修正というか、何もからぐれとか後調整を、ちょっとした調整もせずにそのまま出しますが、音声に関しては比較的ノイズキャンセルとレベル調整ぐらいは大体やってるんですよね。うっすらと。まあ、どの動画にも最低限やる処理ぐらいはすることが多いんですけど、今日のやつ本当に無加工中の無加工。完全にレベル調整すらせず、それも全てお任せで、モフモフもついてない状態で撮ってる音声だということを加味していただいて見ていただけると結構また感動ポイントが大きいんじゃないかなと思います。ということで早速見ていただきたいんですけど、あと一個だけ 見ていただく前に注意点というか、ちょっと僕のこのお借りしたレンズ、もしかしたら輸送の関係か何かでちょっとトラブったのか、なぜかこの最広角端の10ミリ、12ミリだけが使えない状態で、なんかちょっとずらして13ミリ以降にすると使えるんですけど、12ミリにするとどうしてもフォーカスが合わないっていう、なんか不思議な、今まで僕も見たことないような現象が起きてるんで、ちょっとそこだけ13ミリ以降にして、
まあ、今日はでも13ミリしか多分使ってないですけど、13ミリで、撮ってました。なんでフルサイズにすると26ミリ換算で撮影してます。こんにちは、ドイケンです。さあ今日ですね、ついにいよいよこの日がやってまいりました。今日のカメラ何ですか？マイクロフォーサーズセンサーいや、それ今言ったからでしょ今日はまあそれは正解なんですけど、なんと GH6 の初撮り動画です。本当はこの GH6 が、これ今回ちょっとシステム5さんから先行でお借りしてるんですけど、本当は結構1ヶ月以上前になんか送っていただいてて、先行でちょっと使ってレビューしてくださいっていうお話あったんですけど、関税で完全になんかどっかで LA だかどっか、日本で止まってたのかちょっとどこで止まってたのか分かんないですけど、なんか1ヶ月ぐらい塩漬けにされていて全然届かずに、だいぶ遅くなってしまったんですけど、ようやくGH6 が僕の手元にやってきて、昨日ようやく開封してもう今速攻いきなり使ってるっていう、まずは取って出しで使ってみようということで取って出しで使ってる状況です。でなんか多分これ今回 GH6 のボディに、これ1260の、パナソニックのレンズ、ライカレンズを、これ明るさは F2.8 から 4.0 のレンズを、セットで送ってもらったんですけど、なんか多分これ一番広角端の 12mm がなんか多分接点がおかしいのか、ちょっと一番広角端にするとなぜかフォーカスが合わないっていう問題が起きてたんで、今ちょっとだけ 13mm にして、 12mm が一番広角なんですけど 13mm にして撮ってて、でマイクは内蔵、基本的に、もうほんと最近はカメラレビューするときは最初はいきなり撮って出しはできるだけ標準の設定にしようと思ってるんで、基本的にカラーグレーとかももちろんしてませんし、クリエイティブルック的なものも使わずに完全に標準設定にして、フォーカスの設定とかも基本、スピードとかも基本はもうデフォルトです。でマイクも標準で、ただ唯一変えたのは解像度を、解像度は確かファクトリーリセットした直後だとフル HD から始まってた気がするんですけど、一応今回この GH6 の最大の売りの一つは5.8K センサーで、で今これ 5.7K の30フレームかな、 5.7K の30フレームで撮れてるんで、一応それだけ設定変えました。 5.7K420 の10ビットロングゴップだった気がしますけど、 200Mbps とかそんな感じで撮れるんで、そこだけ設定変えてフォーカスの設定とかは基本的にいじらずに撮ってる状態です。 GH4 がGH4、GH5 が、まあ、結構 YouTube 定番 でかつ僕も YouTube 始めた当初はもう GH4 がもう本当一番綺麗に撮れるカメラで、 GH5 にそこからアップグレードして、まあ、瀬戸さんとかもかなり GH4、GH5 を使われてたから、YouTuber はほとんどちょっと画質にこだわりたい YouTuber は全員パナソニック使うみたいな時期があったんですけど、そこからなかなか新しいのが出なくて、その間にソニーとかが結構新しいフルサイズで GH4、GH5 はずっと6もそうですけど、マイクロフォーサーズなんですよ、センサーが。出た、マイクロフォーサーズ。はい、一番下は1インチマイクロフォーサーズ APS-C フルサイズでしょ。でアルファ、この間僕がパインコアツリーハウスに持ってってた、うん、あれはフルサイズでしょ。アルファ7シリーズっていうのはフルサイズなんです。ああ ZV-E10 は ZV-E10 は APS-C でしょ、うん、で GH6 は GH6 マイクロフォーサーズ。そうそう、だからセンサーサイズだけで言うと、うん、センサーサイズは結構画質に何ものすごい影響を与えるから、そのサイズだけで言うと、うん、これ ZV-E10 よりもセンサーちっちゃいんですよ。あー、確かにね、うん、へえ。そこだけで見ると ZV-E10 の方が性能いいじゃんってなるんだけど、うん、まあ、パナソニックは昔からそのマイクロフォーサーズでめちゃくちゃすごい綺麗な動画を叩き出すっていう、へえ、そこに特化してるんですよね。なんで、まあ、そこにこう技術があるんですよ。なんで
逆にあえて APS-C があるにもかかわらずマイクロフォーサーズで押そうとするの。あ、そこはね、いいポイントで、うん、そこはちょっとなんかこう政治的なあれもあって、あ、マイクロフォーサーズっていう規格を押したいメーカーと、うん、APS-C を押したいメーカーと、そこはねメーカーのなんかこう戦略があって、癒着癒着っていうの、癒着じゃないよ、そのあれだ、ベータと VHS をどっち押すかみたいな話。ああ、はいはいはい、はい、わかりやすい。比較的マイクロフォーサーズと APS-C はセンサーサイズも近いから、うん、そのコンパクトにカメラを作るときに、うん、ベータでいきますか VHS でいきますかみたいな感じなんです。あ、はいはいはい、でちっちゃい方が、うん、画質は不利かもしれないけど、うん、コンパクトに作れるし、うん、レンズとかもちっちゃくできるんですよ、軽くできるんですよ。あ、なるほどね。なので、うん、まあ、あのパナソニックとかは、うん、パナソニックとかオリンパスとか、うん、そのマイクロフォーサーズ派閥のメーカーと、うん、あとソニーとかみたいな、富士もそうかな、富士とかも、うん、APS-C で推してるメーカーといるんですよ。へー。で、まあ、パナソニックはないせマイクロフォーサーズ、ちなみにパナソニックもフルサイズ作ってますけど。あ、そうなんだ。さらに上の、S1H とかそういう、これよりいい感じ。それはまあ値段もガンと上がる、倍ぐらい上がるけど、うん、まあ、画質は何せ、うん、あのネットフリックスが、うん、ネットフリックスのコンテンツ作るときに、うん、あのネットフリックスを撮るのにはあのこのカメラ使わないと、うん、そもそも受け付けないよっていう、すごい厳しいの。おお、すごいね。ネットフリックス ZV-E10 で撮ったやつ受け付けてくんないんだよ。ZV-E10 撮っても、うん、あ、そもそも撮ったカメラがダメですって言って、うん、そのどんなにいい作品撮っても、うん、あの却下される。いいね、いいこだわりだね。だからこうちょっとじゃクオリティを一点保つ。そうだね。でレッドとか、うん、そのブラックマジックとか、うん、そういうのはあるんだけど、うん、その中でそのパナソニックの S1H ってやつは、うん、ネットフリックスに、うん、いいって提出できる、うん、って認定されたカメラの中で、うん、確か一番コンパクトな部類。気になる。だそのくらい、まあ、パナソニックは何せ動画のパナと呼ばれていて、うん、強くて、で、まあ、GH5 シリーズ、GH4、5、6シリーズも何せセンサーサイズはマイクロフォーサーズだけど、うん、何せそのセンサーサイズにはとらわれない、めちゃくちゃ画質がいいっていうので、うん、人気だったんですけど、うん、まあ何せ新製品が出ないのでちょっとねフォーカス、オートフォーカスが弱いとか、うん、いくつかやっぱボケ味が少ないとかいうので改善点が残ってたんだけど、うん、なかなか新製品出なくて、うん、その間に結構ソニーが台頭したんですよ。なるほど。どんどんこう本来、うん、APS-C はマイクロフォーサーズよりもちっちゃく死ぬづらいはずなのに、うん、ZV-E10 のがちっちゃいだった。ちっちゃいよね。そう。さらにフルサイズの α7 シリーズとかは結構ほぼ変わらないですよ、サイズが。あ、だセンサーサイズ大きいのに無理やりちっちゃいところにするっていうところとかも結構やってきちゃったから、うん、ここ数年 YouTuber とか含めてかなりソニーの勢力が伸びてたんですけど、うん、満を持してパナソニックが帰ってきた。へ、僕もまあちょっと GH4、5かなり使っていたので、うん、6はねもう正直ね α7S3 とか出ちゃってもう今更 GH6 出ても、うん、もういいかなみたいな、うん、ぶっちゃけもういいかなって思ってたんですよ、うん、だからなんか最初システム5さんにレビュー使ってみませんかって言われた時も、うん、ちょっと悩んだ正直、うん、もうでもあのアルファでいいかなって思ってたら、うん、だけど一応じゃあちょっと話だけ聞いてみてくださいって言って話を聞かせていただいたら、はい、結構ねこれがねやっぱ動画のパナだから、うん、そのほぼ完璧と思われている α7S3 で、うん、もうちょっとって思うところを、うん、なんか攻めてるのちゃんと。例えば、うん、これ 4K 基本は 4K で僕は動画上げてるんですけど、はい、4K で動画上げるときに、うん、実は 4K よりも大きい解像度で撮った方が、うん、編集して 4K に書き出したときに画質の劣化が少ないっていうか、むしろ綺麗に撮れる。だから 4K で撮ったやつを編集して 4K で出すと、やっぱりなんかちょっとね劣化するっていうか、そもそも 4K の性能を出しきれないんだよね。でだから 8K とか 12K とかで撮って 4K に書き出すと、うん、その書き出すときになんかこう圧縮もされるし、その解像度感もぐわっと上がるし、うん、明らかに画質が上がるんですよ。なるほど。でそういう意味ではあの α7S3 は 4K ギリで撮るんだよ、うん、
で実際書き出しも 4K でしかもセンサーも 4K ギルのセンサーで撮って出すから、うん、ちょっとね解像度感とかはせっかくフルサイズなんだけど、うん、もうちょっといいカメラいっぱいあるんだけど、うん、これなんとほぼ 6K で撮る、5.8K とか 5.7K で今もこれ 5.7K で撮ってるんですけど、あ、だから 5.7K ぐらい撮って 4K 出すと、うん、多分想像するにあのフルサイズに負けないというか α7S3 よりも多分すごい精細感が出る、うん、なるほどね、うおーみたいな、うおーなんか解像度高ってなるんじゃないかなっていうのが言って、これ今日初めてってことだよね、今初めて、うん、まだ編集してないってことだよね、まだ編集してない、うん、楽しみだね、まだ分かんないですけど、うん、そこやっぱねセンサーサイズとかボケ味だけが画質じゃないから、うん、まあ、トータルのバランスでいった時に色味とかもそうだけど、うん、いいんですよ、あと音声がこれはまたマニアックなんですけど 48kHz で撮れるっていうのは結構最近定番なんだけど、うん、16bit 24bit 32bit 不動小数みたいな、うん、こうまた音声のフォーマットもいろいろある、うん、音声で言うセンサーサイズみたいなやつがあるんだけど、それが α7S3 とかは基本 16bit で撮ってるんだけど、これ 24bit を撮れるんですよ。でこれ何がいいかっていうと、後で音割れとかあの音がちっちゃすぎた時に持ち上げてもあの劣化しないとか、なるほど、あと割れにくいとか、だからちっちゃめに撮っててもそのビット数ってこの音の高さを、うん、音のデータをどのくらいの解像度でこうぶつ切りにして保存するかなんですよ、うん、細かければ細かいほどちっちゃく撮ってても、うん、細かく撮ってれば引き伸ばした時にデータがいっぱいあるから元に戻るんだけど、うん、ちっちゃいデータを粗く切っとくと引き伸ばした時に粗いまんま伸びちゃうので、うん、そこがね解像度みたいな感じで音の解像度なんですけど、でその24ビット撮れるとかいろいろね、あと絶対熱暴走しないっていう自信があるみたいで、まあ、実際これファンが横についてて、あ、本当だ、結構横に分厚いよね、確かに、どんなに長く撮っても絶対止まんないみたいな、うん、安心感とか、あと今地味にこれいいなと思ったら手前に録画ボタンがあるんですよ、ここに僕のところの、あ、そうなんだ、だから自撮りするときにプチってやって撮れるとか、あとタリーランプがあるとか、まあ、そこら辺はソニーのやつもあの録画してますよっていうランプが正面に見えるんですよね、はいはいはい、なるほど、あの今までだと自撮りしてる時になんか画面見えないと、うん、撮ってんか撮ってないかすごい不安なんだけど、いや私もねなんか急にポチって自分で押し出して喋り出したから、あ、なんか確認もせずに自信満々だなと思ったの、私だからずっと撮れてるかなってずっと赤いポッチを見て、でこっちがもう確認できる、あ、なるほどね、だから今その堂々たる喋り不安なく、そう迷いなく喋ってるからなんか確信してんだなと思って、そう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 とかね、うん、とかとかやっぱり動画をね撮るときに、うん、ここがっていうところが、うん、もうパナソニック分かってる感がすごい、でもさパナソニックってさ昔運動会にお父さんとかさ、まあ、ソニーもそうだけどハンディカムとかでさ、それソニーだけどねそっかソニーか、だから動画に強いっていうのはすごい結構納得がいくっていうか、パナソニックも多分すごい頑張ってたと思うんだよね、なんかいやもうパナソニックはもう本当動画のパナですね、うん、ソニーもハンディカムって言われたからソニーだから、まあ、それはだからソニーの商標はハンディカム、まあ、なんでちょっとこれ編集してみるのが楽しみですね、今ちょっと、うん、なんか行きに歩きながら撮ろうと思ったら、うん、何せちょっと多分レンズがね、うん、壊れてんのかちょっと接点がおかしいのか輸送の関係であれしちゃったのか、なんか一番何せ最広角端にするとフォーカスが合わなくなっちゃって行きちょっと撮るの諦めたんですけど、今見てたらちょっとだけずらせば、うん、13ミリよりも望遠の方に持っていけば多分使えてるから、うん、自分のレンズでまた改めて撮り直しますけど、行き歩きながら撮れなかったんだけど、あとセンサーサイズがちっちゃいとね手ぶれに強い、あ、物理的なセンサーがちっちゃいから、うん、手ぶれする時のあれがなんか中にこう、ね、バネみたいなのを置いてこううまくこうブレを吸収するとかもできるんで、うん、7.5 段相当手ぶれとかあるから相当ジンバルいらずなんですよ、何 7.5 段
ドン層言えない 7.5 段なんか1段2段なんか手ブレ補正の黒帯みたいなもんでなんかちょっと全然違うけど あなた何段ですみたいな。あ、段なの？段、いや本当は違うんだけどね、うん、段の意味は違うんだけど、うん、段数が高ければ高いほど手ブレを防げるという、うん、ちょっと帰り歩きながら撮ってみようと思いますが、これでもどうだろうね、これで見る限りではいい感じのボケ目で後ろでしょ、うん、だからあの、まあ、かなり望遠13ミリを、うん、マイクロフォーサーズの13ミリはフルサイズの何ミリなのか分かりますか、うん、分かんない分かんない分かんない26ミリ相当なんですよ、倍なんで2倍にしないといけないんで、分かんない分かんない分かんない、まあ、あのちょっとこれは高度すぎるのでまた今度説明しますけど、あ、お願いします。センサーのサイズがフルサイズのちょうど半分なんですよ、はい、だからあの2倍ズームした感じで撮れちゃうんですよ。フルサイズで撮ったのと同じレンズ撮ると、うん、同じ画角のレンズで撮るとこっちの方が倍ズームされちゃうんですよ、センサーサイズちっちゃいから。そんな感じなの？そうそうそう、そういう関係性があるんです。関係性がある、だからこれは26ミリ相当で撮ってかなり試着近いから、うん、ちょっとあれでしょ、おっさんの圧があるでしょ。そう、でも自分自身がちょっと離れてからちょうどよくなったよ。そうね、もう自撮り手撮りはできないから、うん、手届かない。これで手が届く、ちょうどレンズの端に手が触れるぐらいの距離なんですけど、うんうん、そう、さっきその辺だったから、うん、今このくらいしたから、うん、まあそれなりに、うん、もう手一歩下がったオートフォーカスどうかなと思って、じゃん、あー、行くよ。本当？うん、あのね、GH4、GH5 シリーズの最大の弱点は、うん、オートフォーカスが弱いって、うん、でもやっぱ顔に顔と迷って最後は顔に行っちゃった。あ、それは今顔優先にしてるから。あ、そうか、そうか。じゃあこれはボンと、あ、行ってる行ってる、あ、行ってる行ってる、ダンと、うん、顔がなければいけない。そうだね。あ、どうなんだろう、あれどう、うん、言ったっけ、うん、なんか言ってないね。じゃん、分かんねえなんかそう、透明だからこれは分かるけど、それ言ってるよ。じゃん、あ、言った言った言ったのかな、ちょっと分かんない、ちょ、老眼なんか分かんない、ちょっと分かんないね。あ、言ってる気がする、はい、うん、ごめん、ちょっと老眼なんか分かんない。老眼問題が今ね、うん、熱いですか。暑いっていうか、あのカズさんとかみんな、うん、あの瀬戸さんとかももうあの散々みんなでテストしてたんだけど、ナイスやっぱジャンってやった時に、うん、全然たまにフォーカス来ない時がある、うん、あの行く時は行くんだけど、うん、もうなんかフォーカスの仕事忘れてるんじゃないかっていうぐらい、うん、バンって持ってって、うん、全然ここにフォーカスが合わなくて、うん、そのまんま帰ってこないみたいなのが結構、うん、今までの GH4、GH5 は比較的それが多かった。あ、それが弱点で、まあ、今回そこのソニーとかはなんかいろいろフォーカスを合わせるために複数のセンサーを使ってフォーカスを調整するようになってるんだけど、これはね、その画像だけでやる、画像処理だけでやるっていう方式を昔から取ってて、うん、画像処理だけで、そう、画像のなんかエッジのシャープさを見てフォーカスをこう見つけるみたいなやつで、でソニーのやつとかはもうちょっとこうなんかセンサーの情報か、うん、別の、まあ、これまた長くなるんで別にしますけど、機械っていうかそれに対なんかあのだから2種類の何、なんかついてる、え、何生き物ではないけど、おー、これこれでも大丈夫、生き物じゃないから、ただの葉っぱじゃめっちゃ怖いなんかもう顔がさやべ、めっちゃビビった、しかもなんかどう見ても虫みたいな感じなで、私も一瞬虫だと思ったから、葉っぱだよ葉っぱめっちゃビビっためっちゃビビってる、うん、あのね、1回2回行くのはいいんだけど、行かない時があると困るんです。行くよ今んとこ、うん、これはでも結構お手本に近いあれだからね、それはちょっと分かんない、透明のものだとね、ちょっと分かりにくいんですよそこがまたポイントですよ、行ってない、顔に行っちゃってんね、あ、これは顔に行っちゃってる、顔認識をオフにすれば、うん、あ、
ったんじゃない、ちょっとわかんないよね、ちょっとそれダメだってこれ使えんのこのテストだって透明でわかんないんだよ、その雫が言ってんのか言ってないのかとか、そこが見たいところです、雫までは見えてなかったような気がしたんだけど、こんなレビューあるGH6 のレビューもだいぶ世の中出てるけどこんなレビューないと思うよ、自分でやってみだって見えづらいんだもん、その透明のやつ、フリップしてよ、フリップいいよ、これ見てみ、じゃん、あ来てんじゃん、すごいじゃん、あ来てますよ、バッチリですよ、あいいねいいね、すごい、あよかった、フォーカス改善されてます、これで自分で最初からやればいいじゃん、確かに、どうでしょう、あいいね、いいですよ、はい、雫来てた、え雫来てるよ、お来てます来てます、ほら割と遅いでしょ、うん、なんかいけてるように見えるけどね、わかんないでしょ、だからほらほらわかんねえんだよ、ほら、まずは今日はこの 5.7K の、30フレームで、取って出し状態で、まあ、マイクも内蔵マイクで全部完全取って出し状態で取って、でしばらくお借りできるということなんで、ちょっと 1,2 週間、GH6 うまくいけば GH6 メインにして取っていこうかなと思うんですけど、どうでしょうか、ちょっと最後にその 12mm の問題だけレポートしておきます。これちょっと今、ズーム倍率変えてるんですけど、そうすると画面に、今のズーム倍率が、あの焦点距離がこう今 24mm とか 20mm とかこう出てると思うんですけど、これが最高拡大にするとダンって持ってくると、今わかります、 12mm に持ってったら14、15、16、17ってなんか1秒ごととか2秒ごとぐらいにだんだん焦点距離が、今全然これ12ミリのまま固定してるんですよ。ここ動かしてないんですけど、なぜかどん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 焦点距離が上がってって、最後24ミリまで、こう24、一回戻して12ミリ、13、14、15、16、超怪奇現象。こんな感じでどんどん焦点距離が上がってって、最終的に24ミリに認識されちゃうんですよね。でそうするとオートフォーカスがやっぱ全然合わなくなってしまうっていう問題が起きてて、これがね超謎現象で、今までカメラいろいろ触ってきましたけど、こんな問題起きたこと今まで一度もなかったんですが、ちょっと調子が悪いんですよね。でこれ 13mm ちょっとずらすとぴったり安定して全くずれなくなるんで、 13mm 以降は問題なさそうです。 Yeah, such a clap